どうぞみたいな。え、もう始まってんの？あ、ごめんなさい。よろしくお願いします。お願いします。何の話をしたかった？朝ドラ、朝ドラの今回惹かれないのは、いつもすごいイケメンで目が覚めるってあるんですよ、先生なんか。それなのに、ちょっとイケメン風味の人は出てるけど、イケメン度が低い。もっとほら綾小路剛とか出た時はもう朝からどうしようこんな女性みたいなもん、朝から出ますみたいな、綾小路そうしますよ、もうおばさんだからですよ、それでもうなんかこうね、こうフェロモン上げてくれて朝が始まるかな、なんかこう薄い感じで、あ、そうなんだ、うんうん、まあ、私ね見てないんだけど、あの始まった時はやっぱトカチが美しいから、すごい旦那さん見てたの、うん、で東京来てアニメっぽい話になっちゃった時にちょっと業種的に被っちゃうんで、 そうですね、それでちょっと見なくなっちゃったみたいな感じかな。私はアニメはちょうどそういうの見てた、白蛇伝説とか見てた、懐かしい、小学校の講堂で見てたやつなので、本当行動で見たかも、そう、だから見たかも、そうそうそう、だからあ、なんか懐かしいと思って、何しろ主人公の格好が、まあ、あの新宿の、まあ、そういう居酒屋さんの上で、うん、またそういうで、その人たちの影響を受けてお下がりとか着てるっていう設定なんですけど、主人公の格好がちょっとご商売の女の人すぎて、うんうん、いやちょっとドレスコードどうなのみたいな、うんうん、素人さんの若い子じゃないところが、そこがまあ気はなるかもしれないんだけど、うん、ちょっとな、うん、なんかあの上京したてで全身丸いで騙されて、うん、変なとか言っちゃった、あの、うん、特徴的なデザイナーもので全身決めちゃった人よりもひどいみたいな、うん、あ、みんなさちょっと覚えてるじゃない、あの時代、はい、そうそう、まだ知らねえ、私それがちょっとまずいよね、そうそう、戦後すぐとかさ、戦前とかならさ、そうそう、まだね、知らないからね、うん、なんとなくこんな感じなのかしらと思えるけど、ほら私たち、うん、あの大正、うん、あ、大正じゃない、間違えちゃった、大正は生まれ昭和、平成、うん、令和、もう3代生きてるから、おばあちゃんほら明治のおばあちゃんが話してるような感じ、うんうん、メイのおばあちゃんが、うん、あのちょっと合い着物の着方はなかったわよねみたいな、あれはご商売の人の着る着方よねみたいな感じで見ちゃうから、うんうん、あとさ、そのテレビの中のコメント、若い人のコメントとかを聞いた時に、うん、本当にわけが分からない瞬間っていうのがあって、うん、いろんな意味でね、うんうん、まあ、用語が分からないとかそういうのはいいんだけど、そういうんじゃなくて、なんでこの立場の人がこの発言をしちゃうんだとか、あと思考回路がもう全然違ってて、予想もつかない言葉が来るから、うん、私もたまに筋が分からなくなるというか、筋が分からなくなる、今何のお話、いやでも昭和、ほら私たち3世代前生まれの、だって平成の子だって元年に生まれたのが31歳とかですよ、うんうん、そうだよね、まずその辺まではなんとかこう飛躍があったとしてもつないで理解ができたんだけど、さすがになんかぶっ飛んだコメントが出てくると、わーって、令和怖いですよ、だから、うん、令和で、うん、私も還暦を迎えてしまったんですけど、うんうんうん、あ、ここあ、そうだ、あ、そうだ、おめでとう、あ、どうでしょう、ありがとう、そうだ、でも、うん、でもね、なんで今日いきなりこんな金髪になって、うん、そうよ、なんだっけ、なんとか、そうよ、なんとかレーザーって、なんだっけ、あの赤い、なんだっけ、ほらよくして、ね、みたいな、うん、あのお笑いの人みたいな金髪になってるかっていうと、うん、グレーヘアに挑戦してて、結構グレーヘア伸びていったんですよ、うん、この前回グレーヘアいかに、うん、でナチュラルで、うん、グレーヘアを生かしてグレーヘアチャレンジって、うん、グラデーションっぽくなってたんだよね、そうそうそう、でそれで、うん、あ、そうだ、ちょっと久々に予約取れたから美容院に行きましょうと思って行って、うんうんうん、じゃあグレーヘアを、ね、そう、グレーヘアを生かした、うん、なんかちょっとハイライトと、うん、ちょっとそう、暗くするところで、うんうん、あのこう立体感を出しましょうって言われて、うん、でもなんかちょっとハイライト入れる人はずっとやってて、私12時に行ったのに、うん、終わったの5時半ぐらいで、うん、疲れて何やってるのかなと思ったら、抜けないな、抜けない、え、抜けないってまさか金髪って思って、でも大丈夫、あの前と違ってすごくグレーヘアというか白髪が多いから、うん、抜けやすいから平気って言ってたら、うん、こんなになっちゃった、うん、なっていや、似合うから全然いい、本当ですか、絶対似合うの、あまりにナチュラルな感じ、うん、なんか、うん、昔からの今朝鏡見て、うん、図鑑ファン
の特約が好きな図鑑ファンってこういう感じのおばさんとかいな、結構明るめのショートカット、なるほどなるほど、これでなんか宝塚劇場の前とかにいたら結構な、絶対呼ばれるんで始まりますよって言われて、お急ぎくださいや、チケットお手元にって言われちゃうで、ね、前の方の席とか行かされちゃいそうな感じになっちゃったんだけど、でもそのやってくれたいつもの彼には何かプランがあるわけでしょ、やっぱりあったんだけど、彼の中でどんどんプランが変わっていっちゃって、僕もこうするわけじゃなかったって思ってて、しかも彼らはあの今日ぐらいから、あのバカンスを1ヶ月取るらしいから、なんかすごいなんか染め逃げ、そう染め逃げ染め逃げされてこんな感じなんですけど、先生でも全然知らない、いや、あるあるある、大変、やっぱりちゃんと染めてる、大変だけど、そんなちゃんとは染めてないけど、やっぱりあの目を使うから一部分その目のここのところとかね、ああ私もここがすごい、わーって白いすごい大変、ね、あとね、私の顔が変わったの気がつきました、そうだね、だからさその話題変わった、あの、やっぱり上のラインがすごい変わったよね、眼瞼下垂っていう、コンタクトレンズを長く使いすぎたのと、老化でまぶたが下がってきてしまって、あとさ、下がりやすい顔なのよ、外人っぽいから、大きいしね、で、なんか その淡い字っていう雑誌の取材でやってみませんかって言われて、店長もやって、やったんですけど、そうだから何でもいいんですけど、今やったんですけど、それでこれちょっと前の下を切って縫い縮め、ほらほら、よく見て、ここによく見ないから、あ、ちょっとピンク色になってる、そんな長く、そう、こんな長く両目、ほらほら、いや、あ、本当だ、でもアイシャドウ今塗ると分かんないぐらいになったんですけど、結構塗った、チクチクと、そっかもね、距離がすごいもん、6センチとか、そうなんですけど、まあでも前の本当にギリギリ下なんだね、ちょっと、人生取り戻したかなみたいな、でも、でもすごい上から下まで、あ、こんなに見えるんだってでも本当シャッターがちょっとずつ下がるみたいに、ちょっとずつ下がるから、分かんない、一気にこうなるわけじゃないから分かんない、すごい明るくなって、でちょっと肩こりも治った、あ、そう、さすが、やっぱこの辺がはっきりして、あとこうやんなくていいから、あとここのシワとかねが緩和されるといいな、それすぐ消えるよ、だって使わなくなるの、でも一応ほら保険でやったから、そこよね、すごいなと思って保険でやったんだ、保険対象で保険でやるといくらかかったの、3割で、だいたいいろいろ入れても5,000円ぐらい、薬とか初診料とかも、一つ聞きたいんだけど、その眼瞼下垂で保険が効く、はい、その程度って何だっけ、黒目がちょっとかぶってきたら先生ギリできるかもしれない、本当、で、ここを切るか、ここをつまむ、ここの伸びきった腱をつまむかは、その人の目の構造によるので、あ、なるほど、私たちは決められない、これで、あの、だから美容整形が違うから、そうね、私はこういう二人にしたいからこういうふうにしてくださいって言うのではなくて、先生の判断で、はい、負担がなく開くのはどっちかなっていうので、先生に決められない、私の場合はここからここまで切るっていう、大変な1時間半ぐらいか、1時間以上から手術、そうだよね、施術的にはちょっと大変そう、でもまあ術後はどうだった、まあ1週間ブスですよはっきり言って1週間かかるブスなのはしゃあないそれは鏡を見られるからブス、そうだけど、まあ私何でも傷の治りが異常に早いんで、健康なんで抜歯した時にはもうみんな分かんないとか言って、で今3週間ぐらいなんですけど、もう全然、こうやって触っても、先生触ってもいいの、ここに普通さ、傷ってもっとぼっこりしてない、本当だ、ほとんど分かるでしょ、んない、そう、だから、まあ、あの気になる方はただ1週間以上ブス、いいよ、1週間ぐらい本当にどうしようと思った、どうしようと思った、